ナのトリックの最後の団体さんを紹介したいと思います。こちらの最後の団体さん語っていただきますのは、公演回数年間52回を誇る柏親父ダンサーでございます。今日で多分325回目ぐらいの公演を開催させていただくことになると思うんですけれども、最後1時間ほどのロングステージ、笑いあり涙あり感動があるかもしれません。最後までお楽しみいただければと思います。私は親父ダンサーズの数字マイクを渡したいと思います。はい、私は親父ダンサーズです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日ね、ちょっと雨が降りそうな状態なので、本当はこの中ですね、柏親父ダンサーズ皆さんで皆さんのところに全員で皆さんのところに行こうと思ったんですけれども、ちょっと、このチームの場を温めてもらおうと思ってます。今年は偉大な落語の師匠が団体になりました。まあまあその意味も込めてですね、山田君いますか。山田君いつもの準備しておいてくださいね。ということで準備はよろしいでしょうか。ごめんなさい、一つすいません、メンバーから言われましたが、歌は決して聴かないでくださいと言ってました。ダンスに注目です。いきますよ。中年隊の皆さん、仮面舞踏会です。どうぞ。
完全するって、それちょっとタイトルを使いつけてしまったんですね。ちょっとすいません。あの、虫がいただきながら頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。で、ちょっと皆さん、あの、メンバーの皆さん、ちょっと前です。今日ね、あの、このメンバーでやってるんですけど、実はあの、柏木直さんが2010年から、スタートしまして、今年もう8年を経過しました。私は実は1期生だったんですけど、はい、1期生の人いますか？すいません、あの、今来たじゃん、兄ちゃん1期生です。あの、まあまあ、1期生、2期生ということでね、まあまあ、メンバーがいろいろ変わってきてますけど、柏木直さんのメンバーが変わると必ずですね、この曲を覚えていただくというのがいいところです。で、入団してから1年以内の方、ちょっとやってください。真ん中に入りますね。そう。すいません、あの人今実は最年少です。親父メンバー最年少27歳です。これだって、そっか、女性でいっちゃいけないのか。すげえ。ということで、今、真ん中あたりのピーコさんと、あの、それから、メガキさんのヨコさんもいらっしゃいますけど、まあ、今日はですね、この後やる曲を、まあ、この後ですね、皆さんもぜひ、柏木ダンサーズに、皆様、興味持たれた、おやじの方たちにぜひ入っていただきたいので、ぜひこのお二人を、この後、ゆっくりお笑いください。それでは、行きましょう。スムースクリミナルです。じゃあ、後ろご視聴お願いいたします。はい。それではお願いいたします。スムークリミナルです。
ですよ。まだ私たちの橋を出したんですけども、一応の名古城では今50人ぐらいですね。50人ぐらいいます。で今活動しているのが25人から30人ぐらいで活動しております。でそうしますとですね、やっぱりあの人は好きだ嫌いだと、まあそういうことを置いといて、そういうのがあるかもしれないですけど、まあそれとは別にですね、自然発生的に、複数が少ない人が集まって、ちょっと毎日ね、やってみようとしているので、ユニットだと思います。さっきの元に見ていたのは、中全体も実はあるんですけど、今回ですね、そのユニットをこれからですね、ユニットを皆さんにご覧いただきたいと思いますので、こちらの方からぜひご覧いただきたいと思います。